です。キスの天ぷらをご飯と一緒に食べた時はものすごく、キスの天ぷらだけの時よりも美味しかったです。一番ご飯の中で美味しかったのは味噌汁です。なぜなら具がいっぱい入ってて美味しかったからです。ここに来たら紙芝居とかでいろんなことが分かるから勉強になりました。キスの天ぷらが、美味しかったです。今の班と、給食食べるのが最後だから、ランチルームで食べれて楽しかった。いつもクラスで食べるキスの天ぷらよりもランチルームで食べるキスの天ぷらの方が美味しかった。クラスではたまにしか、クイズはしないけど、ランチルームに来たら毎回クイズをしてくれるので楽しかった。豆をつまむ練習です。友達に一緒にこれで遊ぼうと誘われたのでやりました。お箸の持ち方が下手くそだからここで豆をつかむ練習をしました。豆の箸を持つのが苦手でつかむのが難しいからです。豆つかみ箸の練習をして今よりも箸の使い方が良くなります。